はい、ベースな教師です。今日はですね、スキャンダルの阿弥陀仁を弾いていこうと思います。イントロと A メロだけ。イントロは公式動画で7秒から。A メロは23秒からの張り巡らされたの部分からですね、45秒の B メロに入る前まで弾いていこうと思います。こちらの動画はですね、簡単にではありますけれども、ベースのフレーズだったり、ベースの奏法だったりですね、ポジションだったりが参考程度にわかるものとなっております。ということですね、今からですねベースをクリックだけで弾いていって、後半はベースフレーズを1小節ずつ私なりに解説していこうと思いますので、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。それでですね、クリックは100でいきますんで、いきます。1 2 1 2 3 4。ここまでですね。それではベースフレーズを一小節ずつ解説していこうと思います。まあ、7秒からですね、ベースフレーズが入りますけれども、まあ、この4小節はベースがですね、まあ、かっこいいフレーズになっております。シンコペーションの部分をしっかりね、意識して弾いていくというところもポイントですね。うの、このうっていうところの8分、9分ですね。まあ、そういったところもしっかり止めれるかどうかですね。まあ、決めの部分なんでね、こういったところの、で、最後の一拍、四分九分のところもですね、グッと止めるっていうところもですね、ポイントですね。その後のイントロ2に入りますから、まあ、その勢いっていうのが出てくるわけですね。まあ、こういったところもね、シンプルな、イントロ2の部分で言うと、シンプルな8ビートの刻みになってますけれども、まあシンプルな分ですね、テンポ早いですから、まあそういったのも乗り遅れることなくですね、まあゆっくりしたテンポから始めて、ね、そのオリジナルテンポに近づけていくっていうところでポジション移動した時にはですね、しっかり頭のところが弾けるかどうかっていうところですね。まあそういったところ意識していくといいと思います。で、A メロ入りまして、最初の、まあ、8小節はね、先ほどのと同じような形になっておりますけれども、7小節目から8小節ですね。この動きかっこいいですね。フラット5とシャープ5。ね。かっこいいフレーズになっております。で、その後にベースが動きが出てきますね。動きの部分はですね、非常にかっこいいフレーズですので、しっかり一音一音を弾いていくっていうところですね。たたたた、うたた。たたたた、わいえだ、といえだ、わ。わいえだ、といえだ。っていうところですね。今何やったかっていうと、16分の4つ目のところとですね、たーたっていうところと、打ってきて、裏に入る8分の裏ですね。で、とこに来れるかっていうところも、歯切れよくですね、弾いていくと。打点のポイントもしっかり押さえていくっていうところもポイントになっております。そ
してここ刻みまして、最後のところですね。B メロの入る前の運指。ね、薬指、小指とかで、まあ、うまくこう、使いながらですね。さあ、初心者の方はなかなかね、薬指と小指は大変かもしれませんけれども、この練習になると思いますんでね、ウォーミングアップの練習にもなると思いますんで、ぜひ、運指としてもですね、運指の練習としても活用できるフレーズじゃないかなと思うんですね。まあ、結構ですね、そのコピーとかするときってものすごくね、いろんなね、奏法要素が詰まってますから、まあそういったところをね、ゆっくりですね、クリックとかに合わせながら弾いていくとですね、まあ、確実に向上していくわけですね。まあそういった意味でも、なんとなく合わせていくっていうよりかはですね、自分一人でも、あ、ここに弾いてるんだと、ここに入ってるなっていうところですね、イメージして弾いていくっていうところが大事なポイントになっております。以上ですね、次回は B メロのですね、45秒から、運命の阿弥陀仁ですね。から、サビ終わりまで弾いていこうと思います。それでは、もしよかったらチャンネル登録していただいて、次回の動画も見てください。ベースの秋吉でした。またね。